Hello, this is Hiroshi Hayashi, 浜祭りジャパン。縄文パターン is ancient barcode. 縄文模様は古代のバーコードだった。縄文時代には文字はなかったとされています。しかし本当にそうでしょうか今日は皆さんと一緒に縄文土器の謎を解いてみたいと思います。えー、これが火炎。 まあ土器ですね。まあ燃え上がる火のように、炎のようになってるっていうわけです。これ逆さまにしますと、まさにロケットなんですね。それはともかくも、下の方を見てください。えー、縦線がザッザッザッと入ってますね。すべて一様に縦線でできているということなんです。でこれから、まあ縄文という、縄の門という言葉が生まれたんですけどもね。でも、これだけの想像力があって、どうして 縦線だけこうもなってます。かた固くなに当時の縄文人たちは守ったのでしょうか。まあ、これが縄文土器ですけども、上と下。上の方は火炎部ですね。で下の方が縦線でなってるわけです。で私はこれを見たときに、インカのキープを思い出しました。キープはこれは紐を結んでですね、数を表しています。そして、 かなり複雑な計算もできたというふうに言われています。まあ必要な情報をですね、キープに記録し、それをまた読んで使ったということですよね。で、このキープはですね、似たものが実はすごく最近まで 日本でも使われていたんですね。縄文とキープ。縄文というのは皆さん、ご存知のように、もともとは縄の門という意味なんですね。で、比較してみました。ここから謎解きが始まったわけですね。で、これが、えー、まあ、土 A、ドキ B としておきます。大変よく似てますけども、違った、あ別のものです。 A ですね。そして私はこの A と B を見ていたときにですね、同じパターンがあることに気がつきました。ここなんですね。一見複雑な模様ですけども、このように同じコンセプトでこう作ってある。左右反転してますけどもね。で、私は気がついたんですね。これらの模様はただ単なる模様ではない。つまり、恣意的にその都度作られた模様ではなくて、意味のある模様であるというふうに気がつきました。まあもちろんキープが あ一つの手がかりになりましたけども、そこでこの縄文模様を比較してみました。もちろん中にはですね、あひょっとしたらあ意,味も意味も分からずですね、見よう見真似で作ったのもありますから、それはあの道卓についてもそうなんですね。元の意味も分からないまま、後の人たちが まあ、はっきり言えばデタラメに作ったっていうもの,ものもありますからね。すべてがこのパターンに当てはまるとは私は思っていませんけども、しかし、私が調べた範囲では、こうして、まあ、形をですね、分類してみますと、まあ、違ったものは違ったもの、違ったものとして分けてみたんですね。そうしましたら、10個のパターンに分けることができました。 で、他のからですね、似たのを持って、似たというか、いろいろ探してみて、称号してみたんですね。で、これとこれ、上と下は同じだという意味です。同じパターン、二重丸って言いますか。そして、違ったのを上に並べた並。並べました。で、似たのは、まあ、そして除外していくわけですね。他の縄文土器の模様と同じ、から持ってきた模様とね、あの、同じものは除外したわけです。 これも同じだと。上と下は y のよう、Y のようにくっついてますね、途中で。これも上と下は同じだと。で、違ったものを上に並べていきました。もう、こうして、まあ、いろいろなね、縄文時からその部分を切り抜いてきて、合うか合わないかというふうに合わせていったわけです。で、同じものがあれば、あの、そのまま、 捨ててそしてあのそうでないものがあれば上,上の段ですねに、まあ、並べてみたわけです、まあ、大変ラフになっていますかあのここでは荒っぽい称号ですけどもこうしてみますと、えー、10パターンにこう分けることができたんですね10パターンということになりますと十進数ですからねインカのキープと同じなんですね そうしますと、これは文字というよりも数字であるというふうに私は判断いたしました。縄文人たちは何か意味のあるパターンをこうして残したわけですね。じゃあ意味のある意味とは何かというと、いわゆる10のも数字だということなんですで。私は簡単な方からですね、一番簡単なものから順に番号を振ってみました。まあ一番、これはあくまで私の感覚的な判断です。で、1、2、3、まあ まあ、どれを持ってきてもいいわけですけども、まあ、こういうふうにですね、あの、まあ、た、例えばですよ、これはあくまでも仮説として、こうして、まあ、簡単なものからだんだん複雑なものへと、まあ、他の並び方もある,かあるのかもしれませんけども、一応、こういうふうに並べてみました。あるいは一番左のものはですね、あの、くの字の部分がですね、いろんな、あの、100の位、1000の位を表すのかもしれません。 あれは他にまだあるのかもしれません。ともかくも、非常にラフなやり方で今日は失礼しますけども、こういうして、まあ、10パターンに分けることができたということなんです。で、まあ、検証してみますと、上が今言った10パターンですよね。で、下に、あの、他の時のを持ってきて、形を、まあ、簡単に、これはちょっと厳しいかなという部分もありますけども、こうして3、9、 これなんかは面白いですよね。ちょうどあの、反転した形で Q を表しているわけですね。例えばですよ。例えば9だということなんです。これは3だと。いわゆる、あの、まあ、一つには、この、ほぼこの10パターンに集約できるということ。模様であればですね、それぞれ創造性が働きますから、横線が入って斜め線が入ってもいいわけですけども、かたくなに縦線を守ったのはなぜかということなんですよね。 すなわちこれは意味のある線だからなんです。それを崩してしまったら意味がなくなってしまうんですよね。他の土器でもやってみました。もし芸術的な創造性で作ったものであればですよ。その都度制作者はですね、恣意的な、その、なんて言いますか、デザインをどん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 入れたと思いますよ。しかしそうではなくて、ま、ああの、 こうしてみますと、ほぼ10パターンに分けられる。中には縦線だけのものももちろんあります。しかし、よく見ますと、これなんかそうですけども、順番に見ていきますね。比べてみてください。大体この、大体というか、まああの、私の手持ちの資料が少ないものですから、 これから、あの、あちこちの高校館行って、あの、綺麗な、あデあいわゆるその、なんて言いますか、データって言いますかね、あの、基本的な写真を集めていこようと思ってますし、明日は図書館行こうかな、なんてね、思ってますけども、あの、こういうふうに、なんて言いますか、あの、パターンに分けて、そして数字が、組み入る、組みを、組み入れることはできるんですね、皆さん。 で私はですね、まあ、さらに、まあ、あの検証することを約束して、まあ、今日はですね、まあ、これがですね、私は古代人のバーコードであったというふうに、まあ、仮説を立ててみました。なわち何か意味のあるパターン、すなわち文字、すなわち数字であるというふうに結論付けたわけであります。縄文人は文字を持っていなかった。 というのはありえないことですね、皆さん。これほど素晴らしいデザイン的感覚を持ちながら、そして幾何学的模様を作りながら、文字を作らなかったなどということは、常識で考えてもありえないんですね。しかも縄文時代というのはですね、世界の文明の先駆けすなわち、日本という国は神々の本拠地ですからね、その日本に文字がなかったなんていうことはおかしいわけです。現にインカにはあるんですよね。 インカ人、それからその上のマヤ人、アメリカ、インディアン、エスキモー、それからあ、みんな縄文人がその文化を伝播していったわけです。もちろん、えー、西のペルシャにも縄文人が文化を伝えていきました。そしてですね、驚くべきことに、ごく最近までですよ、先ほども言いましたように、日本ではこの欠、欠場ってうんですかね、は使われてたんですね。 沖縄では、琉球王国ではですね、朝税事務や日を数え抜いて、数える手段として使っていたということなんです。もう一つ世界地図を見てください。日本の縄文はここにあるわけです。縄文時はここにあるわけですね。そして右の方へ来て、インカ。そして琉球にもあった。縄文だけに。 数、数字がなかったと考える方が、私はむしろ不自然だと思います。という視点で、縄文時をもう一度考えてみたいと思います。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye!